さあ、いよいよ宮島に第70代ヒーロー誕生の時です。 G1 宮島チャンピオンカップ開設70周年記念、迎えたカードは第12レース優勝戦です。対戦メンバーは1号艇深谷智博、2号艇片岡正宏、3号艇山口剛、4号艇藤原慶志郎、5号艇坪井康晴、6号艇森高一馬、以上6名の対戦です。さあ、インコース人気を背負いました高枠1号艇深谷智博、陰線抜けた足ではなくとも肝心の乗り味は来てます。先前あるのみ深谷の陰線、2コースが2号艇片岡正宏、2日目に気配は一変、急上昇の節一レベル、勢いはあります。3号艇地元山口剛が3コース、優勝するためにやってきました。その決意を形にするまであと一つ。4号艇引っ張って角一、4号艇藤原慶志郎、目下2年続けて G1 ウィナーを誕生させています。この宮島チャンピオンカップ3年連続に更新なるか。5コース5号艇坪井康晴、仕掛けてよし、展開ついてよし、特に伸びは脅威です。そして最アウト6号艇森高一馬、デビュー初 V、 G1 初 V のこのメモリアル水面で70周年まで名を刻むか。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。少し内寄りが好発進、中でもじわり覗く3号艇山口、1号艇も伸び返して一周一マークは深谷の先前、2号艇刺して3号艇がその間をまくり刺しでバックスレッジですが、ここは逃げた1号艇の深谷がトップ3停止に抜けて、2番手に3号艇の山口、3番手は4号艇の藤原が続いて、1番3番4番、あとは内から5号艇坪井もやってきて、スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回、1号艇の深谷、2番手3号艇山口の後ろ、4号艇をつけて回る藤原の外から握って2号艇やってきた片岡、ホーム側に戻ってさあストップ、2番手は早々抜けています。1号艇深谷、3号艇山口、3番手争い直線でぐっと離す脅威の船足は2号艇の片岡、逆転1、3、2で2周1マークからバック側、1号艇の深谷、3号艇山口、そして2号艇片岡がここで単独となりました。3番手上位体系はばらけました。1番3番2番、そして4番手4艇審査の4号艇藤原、さらに後ろ水がいて5号艇坪井、6号艇森高と続いております。2周の2マークからホーム側、トップでは1号艇の深谷智博、2番手は3号艇の山口剛、3番手が2号艇の片岡正宏、上位体系1番3番2番でレースは最終周回へと入りました。ここはしっかりとした先前、そして速攻堂々押し切った。1号艇は深谷智博、トップで3周1マーク、2番手3号艇山口、3番手が2号艇片岡で、上位体系1番3番2番です。さあ、これが今年の初優勝、トーチは前回去年の8月に続いて連覇で2回目、 G1 は3回目、通算では SG3 回含む44回目の優勝に向かって、今トップでラストターンマークを1号艇の深谷智博、2番手は3号艇山口剛、3番手が2号艇片岡正宏で、上位体系は1番3番2番です。第12レース優勝戦、先頭1番深谷ゴールイン優勝、3番ゴールイン、2番4番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで6番がゴールイン。さあ、深谷選手がピットに戻ってまいりました。1号艇でしっかりと逃げての優勝となりました。人気に応えての優勝です。それでは見事優勝しました深谷智博選手にお話を伺います。はい、深谷選手、はい、優勝おめでとうございます。 ありがとうございました。いや、今の気持ちいかがですか。いや、ほっとします。ありがとうございます。今日は一日どんな一日でした。そうですね、まあ、落ち着くことと、はい、あとちょこちょこ調整することに集中しました。地元のスターもいましたし、はい、船足に特徴ある選手もいましたし、はい、今の思いはいかがでしょう。いや、もう本当に結果が出てよかったです。菊池先輩が完璧っておっしゃってました、はい、いや、嬉しいです本当に。私はね、調子が良くないっておっしゃってただけに、はい、この宮島の70代のチャンプ輝きました。そうですね、記念すべき70回、嬉しいです。去年に続いて宮島は連続優勝となりました、はい、それでは、はい、いい流れで前節から来てますもんね、はい、今後の方針を含めてファンの皆さんにメッセージお願いします、はい、いつも応援ありがとうございます。結果出せてよかったです。これからも頑張ります。おめでとうございます。